暦、暦、暦、歴とは、時間の流れを、年、月、週、日といった単位に当てはめて、数えるように体系づけたもの。また、その構成の方法論、歴法や、それを記載した、歴書、歴表、日本の、いわゆる、カレンダーを指す。さらに、そこで配当された角尾ごとに、月齢、天体の出没、日ので日の入り、月ので、 月の入りの時刻、潮汐、看満の時刻などの予測値を記したり、曜日、行事、吉祥、歴中を記したものをも含める。細分すると、本校においては、このうちの暦、暦、カレンダーの説明を行う。暦の語源は、江戸時代の谷川こと菅の和勲詩織では、清見、かよみであるとされ、定説となっており、一日、二日、 と正しく数えることを意味する。他に、元織のり長の、ついたちついたちと次々と、来歴、来古おかずへ行く、吉野名、荒井白石は、古後にこといひしには、詳細の儀あり、読みとは数おかずを振ることを言い蹴りなどの定義がある。中国の暦も、月日の決定だけでなく実月食の予報や、惑星運行の水産、天体歴などを扱うものであった。 過去に関する記録は、歴。現在から未来に関する記録は、暦であるが、これを共に扱う役職を士官と言い,い、今で言う歴史学者と天文学者を兼ねていた。また暦は未来を扱うものであるから、予言的な性格を持ち、先生術と大きく関わる。占いに関わるものは歴中と呼ばれた。古代エジプトにおいて、 ナイル川の氾濫の時期に周期性があることに気づいたのが暦の始まりと言われているシリウス歴。人類が農耕を行うようになると適切な農作業の時期を知るのに暦は重要なものとなっていった。まず昼夜の周期、地球の時点が日となり、月の満ち欠けの周期が月に、季節の周期、地球の光点が年となった。このように歴法は 天体運動の周期性に基づいていることから、その観測と周期性の研究が重要であり、これが天文学の基礎となった。一方で、石器時代の3万5千年前に暦を作ったらしいとの意見もある。紀元前3000年頃のシュメール文明では、季節が冬と夏の二つで、1ヶ月29日か30日の12ヶ月の比較的簡単な暦を作り上げたと言われている。 何を基準として一年を定めるか、うるう、うるう日、純月をどのようにして決めるかなどにより、様々な歴法が作られた。大きく分けて以下の三種類がある。それぞれ、基準は太陽、太陽と月の併用、月である。現在、世界各国で広く用いられているのは、太陽歴の一つであるグレゴリオ歴である。もと何月というのは、 月の運行を意識したものである。退院歴は月の運行を強く意識した暦で何日と月の見かけの形が一致する。従って月が出てさえいればその日が何日であるか暦がなくてもわかる。深夜に月の明かりを頼りとして活動をする場合には月の見かけの形がわかると都合が良い。また、潮の満ち引き、潮汐は月の位置と密接な関係があるため、 漁業や釣りなどの海での活動を行う場合に役に立つ。ただし、完全な退院歴においては1年が約354日であり、太陽歴に比べ11日短くなるため、3年間で33日、つまり1ヶ月ほどずれてしまい、実際の季節と大きく食い違ってしまう。このため、これを調整する方法として、太陽歴を補助的に使用し、順月を挿入することで、 実際の季節と暦とのズレを修正する方法が取られるようになった。これが単位太陽暦である。それに対して太陽暦は月の形とは関係なく暦が作られている。従って暦だけではその日の月の形はわからない。また、各月の日数が一定ではない。しかし、太陽の運行と暦の月日が一致しているので同じような月日に同じ季節の現象が起きる。 草花の開花、鳥の渡りなど、逆に同じ月日なのに季節の減少が遅れたり早まったりすることを察することによって、その年が寒い傾向の年なのか暑い傾向の年なのかを知ることができる。このことは農業や漁業、園芸にとって極めて大切なことである。次のようなものが用いられてきた歴史がある。日本ではかつて隊員太陽歴が用いられていた。 元火略から鮮明歴までは中国歴を輸入して使った。これを官歴語伝という、上京歴から天保暦までは日本人の手によって作られた歴法である。中国の暦が日本に伝えられたのがいつであるか、定かではないが、日本初期には、金明天皇十四年、五百五十三年に、九だらに対し歴博士の来朝を要請し、翌年二月に来たとの記事があり、 遅くとも六世紀には伝来していたと考えられる。この頃のくだらで施行されていた歴法は原価歴であるので、この時に伝来した小読みも原価歴ではないかと推測される。また、水古天皇十年、六百二年にくだらから学僧監督が歴本や天文知事書などを携えて来日し、幾人かの指定らがこの監督について勉強したとある。 平安時代に編集された政治要略という本には、水戸天皇12年604年から初めて小読みの反復を行ったと書かれているが、日本初期では、自童天皇4年690年の上にある直を立て祭りで初めて火略と技法歴とを行うという記事が初めてであり、正式採用は自童天皇6年692年からという説が、 文武天皇元年六百九十七年八月からは、原嘩歴が廃され、技法歴が専用された。技法歴は党で施行された臨徳歴のことである。原嘩歴と技法歴の大きな違いは、昨日の決定方法とルーズ期の置き方である。昨日については、前者は平らついたちを、後者は低ついたちを使用していた。また、おけうる法については、 原価歴が19年7純月という商法を採用していたのに対し、技法歴では商法に関わらない破商法を用いていた。技法歴以降、大広史歴、五木歴、鮮明歴と等で施行された歴法が相次いで輸入され施行された。実際の毎年の暦の作成、半譜は歴博士などの歴道の人々が言った。鮮明歴は上岸4年。 862年から用いられたが、その後は中国との正式な国交が絶えたため、江戸時代まで823年間も施行された。江戸時代になると、日本でも独自に天文力学が発展し、明の大統領歴や西洋天文学の研究、天体観測が盛んに行われた。このような中で、渋川春海が最初の自国の歴史法である、 状況歴を作るのに成功し、状況歴以後、法歴歴、完成歴、天保歴と日本独自に相次いで改歴が行われた。高下元年、1844年から施行された天保歴が日本で最後の大院対陽歴であるが、これまでに実施された大院対陽歴の中で最も精密なものと言われ、当時中国で用いられていた時権歴を上回ったと、 評されれてて、いるるが、当時時ののの世界の流れに逆行して不定時法を導入するなどの問題点あった。明治時代にグレゴリオ歴が導入された。現在でも民間では大院太陽歴は年中行事や占いのために用いることがあり、これを旧歴と呼んでいるが、これは純月の置き方を天保歴に借りはしているものの数値や計算法は現代の理論に従っているので厳密には、 天保歴と同義ではない。現在の中国でも単陰対応歴が能歴という名で使われており、基本的に日本の旧歴と同じであるが、一時間の時差のために日がずれることが少なからずある。いわゆる記念法についても、西歴、中華民国歴、主体歴のように設備ごとして、暦が用いられることがあるが、歴法と混同してはならない。この場合、とは言わず、 カレンダーということが多い。詳しくは、カレンダーの項を参照。主に予定管理などに使われる。形式は日めくり、月めくりなど様々なものがあり、月めくりのカレンダーの場合だけでも、月曜始まりと日曜始まりの2種類がある。稀に土曜始まりもある。また、日本では宣伝などのために、粗品として配布されることもある。その他にも、 一日一日が分離されていて、パズルのように組み立てて、カレンダーにするというものもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。